ようやくこの岐阜の地にこうメダルを持ち帰ることができました。ありがとうございました。僕自身ワールドカップというか代表の活動は今シーズン限りで、スキーも戦略も、全てこういい方向に噛み合ってくれたおかげで、いけるぞとは分からないですけど、その可能性はつないだとは思います。結果がどうであれ、もう思い残すことないようなオリンピックにしようと思ってたので、それが、こういった形でメダルも取れて、僕自身幸せな、非常に人生だと思います。本当に3回目の挑戦で、ようやくこの岐阜の地に、メダルを持ち帰ることができました。長い期間僕のことを、応援してくださり本当に感謝しています。ありがとうございました。